滋賀エネルギームーブメント、滋賀の未来をつなぐクリーンエネルギー、そのムーブメントをお届けします。第2回目は琵琶湖環境ビジネスメッセ2017に集う企業の熱をお伝えします。2017年10月18日から20日までの3日間、長浜バイオ大学ドームで琵琶湖環境ビジネスメッセ2017が開催されました。20回目の開催となる今年も、さまざまな環境問題に取り組む企業の新商品、新技術、新素材、新ソリューションが一堂に会し、この大きなドームにも収まりきらない熱気で溢れていました。その中から県内の企業が開発した製品の一例をご紹介しましょう。太陽光照明システム、スカイライトチューブ。スカイライトチューブは日中建物内のどこにでも太陽の光を届ける電気のいらない照明です。昼間外はすごく天気が良くても、室内に入るとどうしても電気照明をつけなければ暗い、そういったお部屋に電気照明ではなくて太陽の光をそのままお届けして、太陽の光でお部屋を明るくするというシステムをご紹介させていただいております。その構成はシンプルに3つ。光を取り込む最高ドーム、光を室内に届ける反射チューブ、光を広げる単光カバー。弊社の製品は屋根面のドームというところでですね、光を取り込みまして、朝から夕方の太陽の低い光も全て屈折で取り込めるようになっております。太陽に鏡を当てますとキラッと眩しいというのが大体 85% ぐらいの反射率と言われておりますけれども、弊社の製品の内面が 99.7% まで反射率を持ってきておりますので、3階から1階まで光を極力ロスなく導くことができると。そしてその導いた光をお部屋の隅々まで拡散して広げるようになっております。紫外線も 98% カット、家具や畳の日焼けもなく真夏の熱も抑えます。すでに住宅のほか企業の産業施設でも全国で導入され始めています。日本初の蓄熱式薪ストーブ、マークアルファシリーズ。一般的な薪ストーブはストーブそのものが高温に、マークアルファシリーズは内部で生成した熱を湯たんぽのように蓄え、じんわりと放熱し室内を温めます。こちらはですね、信楽焼を使った蓄熱式薪ストーブで、熱をですね蓄熱しながら徐々にゆっくり放熱するというタイプです。日本の森林の8割に及ぶ針葉樹を燃料にできるアルファシリーズは、針葉樹も高温燃焼で有効に活かせます。中身にですね非常に特徴がありまして、全ての筐体で熱を蓄熱できる、高い温度で燃やせるということで、針葉樹、杉、ヒノキ、また松というものをですねガンガン燃やしてもらってもですね、すすっていうのが非常に少なくて済むというのが大きな特徴です。化石燃料による暖房から森林や里山を再生し汚染する再生可能なバイオマスエネルギーを使った暖房へ、蓄熱式薪ストーブマークアルファシリーズの関心が高まりそうです。蓄電池とつながるヘムス、スマートリアス。ヘムスとは電気やガスなど家庭内のエネルギー使用量をモニター画面などに表示して管理するシステムの略称です。近年注目されるヘムス機器の中でも特にスマートリアスが先進的な点は、省エネ・蓄エネの連携をサポートするところ。例えば電気代が安い夜間に蓄電池を充電、その蓄えた電気を翌日の昼間に使うことで電気代を節約するといったことがスマートリアスなら自動で行えます。
やはり蓄電池をコントロールすることによって停電対策で、エネルギーの需要と供給が逼迫したところをコントロールすることによって自然と省エネにつながっていくというふうに思っております。家庭内の電気をコントロールし、太陽光と蓄電池の相乗効果を高める。突然の停電の際も必要なところに必要分の電気を送り、暮らしを守る。そんなスマートリアスが家庭と環境をさらに明るくしていきます。盛況に商談が交わされ、新しいビジネスが生まれる場、西日本最大規模の環境産業総合見本市に成長した琵琶湖環境ビジネスメッセ。ここから全国、世界に向けてエネルギームーブメントが広がっています。